都知事リコール加速、スイートルームで、熊本地震の会議、米出張中、東京都の舛添要一知事は22日の定例記者会見で、米国出張で1泊約14万円から15万2000円のスイートルームに宿泊したことについて、会議のための部屋をつけている。今回は、熊本地震の情報が刻々と入り、警察や医者の派遣などについて、すごい頻度で会議をした、と説明した。舛添氏は12から18日の出張で、ニューヨークとワシントンに計5泊し、宿泊費は計73万5600円だった。とによると、いずれも部屋に会議ができるスペースがあった。舛添氏は、遊びに行っているわけではなく、スイートという言葉だけで、遊び回っている部屋、という誤解があってはいけない、と述べた。米国出張の成果として、ニューヨーク証券取引所で現地企業に東京の魅力を説明したことを挙げ、東京の企業とのマッチングを都が後押しできればプラスになると語った。民の声に続く。